襲だ！なんだ？城門が破られるぞ！跳ね橋を上げろ！落とし格子を下ろすんだ！どういうことだ？危険です！あそこにはこの地区に配布するための薬が保管されてる。今あの薬を失うわけにはいかないんだ。俺たちで守らないと。おい、みんな無事か？所長、一体何が起きてるんです？俺にもわからん。何が目的なのやら。急ごう。ファルマ様の薬はどこにある？こちらに。よし。何か運んでいるのか？おい、しっかりしろ。だいぶ死んでしまっているな。まあいい。俺行け！セレタス巻き！飛べ！帝都城を飛び回れ！所長、大丈夫ですか？一体何が起きたんだ？城門を強行突破した連中がリスのような生き物を町に放ったようです。リス？ほら、あそこ。リスだと？いかん！あの生き物が町に紛れたら帝都が大変なことになるぞ。え、どういうことですか？黒死病の感染源となるものはネズミなどの血種類。そこにはリスも含まれる。警鐘を鳴らしてください！家も店も門扉を閉じさせて、あの動物を中に入れてはいけない！